日本のゲーム市場は、今や2兆円を超える規模となっている。そして、その市場を牽引しているのはソシャゲを含むオンラインゲーム。スマホがあればすぐにプレイできる手軽さが人気だが、運営側がガチャを操作しているという疑惑が絶えないのも事実だ。今回は、ソシャゲ運営をしているイッチが裏側を詳しく語ってくれる。それでは、見ていこう。答えられる範囲で。俺のガチャ壊れてるんだけど直してくんない？お前のガチャが壊れてたら全員のガチャも壊れてるよ。なんでユーザーの嫌がることばかりすんの？全体で見れば売り上げが上がっちゃうから。ソシャゲ人気いつまで？今がピークであと5年は硬いんじゃない？ FGO についてどう思う？ IP の力ってすごいなぁと。あとディライトワークスのサーバーサイドエンジニア頑張ったなって思う。IP とは、ゲーム業界での著作権のことだ。人気のスマホ向け RPG ゲームのフェイトグランドオーダーはアニメとしても人気を博し、高視聴率を記録している。アニメやグッズで生じた収益は、IP を所有している会社にもロイヤリティとして分配される。絵の発注単価っていくら？すまん。エンジニアなのでそのあたりは詳しくない。儲かりまっか？タイトルによる。ゲームの仕様が、なのは100個譲るとしてもツイッターとかお知らせでユーザー煽っちゃうのはなんでなの？最低限の体裁は保とうよ。どのタイトル？パワーインフレは良いけども昔のキャラクターもバージョンアップしてよ。人気のキャラはやってるよ。新カードとしてだけど。ぶっちゃけ確率って表記通りなの？全体で見れば表記通り。それ、二通りの捉え方があるんだが、どっち？個別で調整入れてるけど、全体の確率は表記通りになるよう帳尻合わせしてるのか、調整は全く入れてなくて、個別の確率も表記通りだけど、個別で見ると試行回数の少なさから偏りが出てしまうのかどっち？後者。個人ごとの調整とか面倒くさすぎてやらない。まあ、そうだろうとは思ってたけど、個人単位じゃなくて、条件単位の調整なら簡単だろうから、もしかしたらと思った。ガチャ高くね。高いよ。でも売れる。今月こそは課金しない、と誓ったとしても、そう簡単にはやめられない。ガチャはまさに沼だ。プロソシャゲーマーの俺に一言くれ。お前の課金で飯が食えてる、ありがとう。俺今月4万5000課金してる、偉い？超偉い。毎月1万円以上課金してくれるユーザー超大事。なんか面白いバグはあった？表に出る前に直したのでも。カンコレとかアズレンの部屋をカスタマイズできる機能があるじゃん。あんな感じのやつが全部まっさらになった。しかも本番で、全く笑えなかったよ。コラボってどっちがお金払ってるの？ IP とのコラボやったことないのでわからないです。すまん。自社 IP を所有している会社とコラボすることで、IP 開発の労力を低減させつつ、大型 IP と技術力の相乗効果により大ヒット作品が生まれた例が多々ある。プログラミング全くできないけど雇って。プランナーとして応募してね。給料のためとはいえ社会の害悪となる作業をする理由は？エンジニアならいくらでも転職できるだろ。ゲーム作るの楽しいから。デバッグちゃんとやってるの？デバッグの期間はちゃんと取ってやってるよ。一度も課金したことないし、これからもするつもりないし、飽きたらすぐ辞めるつもりだよ。自分もそんな感じだよ。そもそもソシャゲで遊ぶの自体あんまり好きじゃないよ。派遣取れそう？無理ぽ。趣味は何ですか？プログラミングとギターと料理。夜道には気をつけろよ。心配してくれてありがとう。マクロってバレるんか？ユーザー個人の動きって運営側からもどんな感じに見えるんやろ？マクロとは、プログラムによって一定の作業を自動化することを言う。例えば、コントローラーの A ボタンを押すだけで、ABXY と自動入力させることが可能だ。オンラインゲームでは多くの場合禁止行為とされている。人間離れした超スピードとかだとバレる。どの画面に行ってどのボタンを押したかレベルで見えるよ。それって常に監視しとるわけやないやろ？ログに残ってるだけ。分析のためと不具合時の調査、あとは不正ユーザーの番のためなんかに使うよ。職場ではどんな会話がされてるんやろ？アプデモとか新キャラ実施直後とか、忙しいもんかね。この仕様ってどうなってます？仕様書の策定まだですか？これバグじゃね？このキャラクターは童貞だな確信。ぶっちゃけドッカンテーブルみたいなのある？ガチャの確率が操作されていることを示唆する画像がツイッターで拡散され、プレイヤーたちがこぞってデータ収集した結果、運営会社の株価に直撃するほどの騒動となった。問題になったソースコードが公表されたが、疑念を晴らすまでには至っていない。少なくとも弊社ではやってないね。ガチャってちゃんと引いた時に抽選やってるってこと？引いた時にサーバーで抽選してます。コード書いてたやつがやめてそのコードに手つけられなくて直せない、なんてことある？カタクナに運営がクソみたいな直そうとしないんや、単に技術不足なんやろうけど。基本的にはない。
ただインフラレベルで何もドキュメントが残ってなくて手をつけられないサーバーならあった。なんかまともな環境な会社すぎてつまらないな。不正操作とバグの山こそソシャゲらしい感じするのに。現実はそんなもんよ。リリース直後はバグ祭りでも1年もすれば多少マシにもなる。面白い話ではないけど、それ絶対受けないだろって思いながら作ってたりもするよ。他で技術面が優れると思うソシャゲとその逆ってある？プレイ動画だけだとそういうのはわからんか？ちゃんと AWS なり GCP 使ってるソシャゲは優秀なんじゃないかな。オンプレサーバー垂直分割みたいなことしてるソシャゲはダメダメだね。あとユーザーの目に見えるとこじゃないけど Git じゃなくて SVN 使ってるとこは滅びろ。GDP と AWS は、操作の安定感とスピード、セキュリティ面で優れているサーバーだ。サーバーの選び方にも運営会社の姿勢が現れるようだ。運営側も自らのソシャゲってプレイしてる？当然してる。自分でプレイしないとユーザーの気持ちになれないからな。運営アカウントはそこら中にいるぞ。ちょいちょいソシャゲスレに貼られる売上一覧みたいなのってあってんの？その一覧みたい。稼ぎのない未成年でも、事実上制限なしにギャンブルができる現状のガチャについてどう思ってる？自分の金でやる分には本人の自由なんじゃないかな。やってることは TGC と変わりない気がする。自分のソシャゲでの大事件、特定できない程度にか、他ソシャゲで一番ヤバいと思った事件。自タイトルだと全登録ユーザーの3割が転売目的の中華業者アカウントだったのは割とひどいと思った。ネットでは下手するとそのプロデューサーやらトップのやつが名指しでバカにされたり罵倒やネタ画像になったりしてるけどどう思う？社長がいろいろ言われるのはもう仕方がない。 D2P は表に出てくるのが悪い。ガチャ代金後払いって流行ると思う？多分ない。売上の大部分が回復アイテムとかのタイトルだったら話題作りの一環でやってもいいかもしれないけど、売上がガチャ依存だとやるメリットが一切ない。メインユーザーは30代40代のおっさんって聞いたぞ。大正解。若年層とは違い、働く大人たちの課金は思い切りが良さそうだ。細く長く続けるのって運営にはメリットないの？まともな利益が出続ける限り運営するよ。それができなくなったらそのゲームを運営している人員をもっと利益の出るところへ移動させたいじゃん。メンテやアップでは全員で徹夜なの？徹夜なんてないない。そもそも更新作業を行えないデザイナーやプランナーがいる意味ないしね。初心者と古参の差をほどよく埋める手段ってばらまきの他になんかある？インフレはつきものなのか。いい具合に差を埋める方法は思いつかない。そもそも差を埋めるのではなく、ユーザーの状況別にゲームを楽しめる仕組みを作った方が良い。誤算に短時間で追いつきたければ課金すればいいしね。コロプラゲーって365日24時間メンテなしなんだけどすごくない？すごい。定常メンテをなくすことは比較的実現可能だけど、不具合による緊急メンテが発生していないのはすごいね。自分が担当してるソシャゲがサービス終わるときってどう思ってるの？自分はまだ経験ないけど、社内にいる人はみんな残念そうにしてるよ。サービス終わらせても良いけどローカルでできるようにしてくれよ。ゲームソフトの購入が必要ないソシャゲは、運営側のサポートが終われば強制的にプレイできなくなってしまうのが難点だ。続いても、ソシャゲのプランナーをしているイッチが登場する。ここから、ガチャの闇についても触れていこう。特定される質問は NG で、iOS トップセールス50位以内にある程度に売り上げあるソシャゲの運営、ゲームプランナーやっとります。今週もゲーム作ってます。すげえ、ソシャゲ作ってます。自分だってコンシューマみたいなゲームしたもの作りたいけどな。ソシャゲの方が圧倒的に間口広いから採用されやすい。まあソシャゲ作ってるやつだってゲーム好きなやつはコンシューマみたいなやってて面白いゲーム目指したいさ。ファミコンやプレステ、スイッチなどの家庭用ゲーム機でプレイできるコンシューマゲーム。オンラインゲームとは違い、ソフトがあれば壊れるまでプレイできる。その分、開発にかかる時間とコストは非常に大きい。ガチャ確率は何時が一番高い？ピックアップガチャでもない限り時間で確率なんぞいじってない。バレたら一発で会社消し飛ぶレベルだし、メリットに対してデメリットが大きすぎる。バレなくね？ソシャゲ会社というのは大体ブラックな企業だから、いつ内部から刺されるかわからんのだよ。辞めた奴が老気に駆け込んだら一発アウトな事例ばっかりだぜ。残業オブ残業が当たり前だからタイムカード切ってそのまま仕事なんてザラ。ヘイト稼いでる会社、ニアリーイコールそういう適当な仕事をするという感じなんで、内部告発で普通にバレる。トップセールス50位以内ともなると、プランナーも昼夜問わず稼働しているようだ。サービス開始何年目？すまんが、〇〇周年というイベントが多い今、特定に繋がるから答えられない。学歴は？マーチ。ガチャのシステムって結局今どうなってんだ？人が少ない時は当たりやすいとかよく聞くけど、オカルトなのかマジなのか。
そういうのは知る限り一切ない。オカルト、公表している提供割合は基本的にバグでもない限りそのまま提供されている。実際管理画面、プログラムじゃなくてもユーザー情報が確認できる場所で、俺だけでない、周りは出てるっていうお客の情報を調べると9割は提供割合通りになってる。まあ当たらなかったという意識は強く残るからそれが原因だろうね。ワンドリがユーザーの意見聞きすぎで迷走して終わりそうな予感するのですが、どうにかなりませんか？自分のプロダクトに自信がないほど声がでかい少数ユーザーの意見を聞きがちな運営体制はある。俺たちのゲームはこれでいいんだよ、と胸を張って言えるプロデューサー、ディレクターがいないと、ちょっとのお問い合わせに迎合して結果、ゲーになることはよくある。君にできるとしたら、いろんな意見があるだろうけど方針は間違ってない、という意見を出すことぐらいかな。深夜になんかトラブル起きたりとかに備えて誰かしら詰めてんの？インフラ担当はだいたい専用携帯持たされて24時間、アラート、降伏かとかが上がれば会社に呼び出される。10件以上の運営会社なら多分どこもそう。ゲーム作るのってすっごく頭良くないとできないイメージだけど、ソシャゲと言われるとうんって感じ。ソシャゲですら今は開発期間2年、開発費多くとかザラだし、何より大人数を抱えて進行しないといけないから、ディレクター、プロデューサーは優秀じゃないと1000割炎上案件になる。一月のコストってどのくらい？どこまで落ちるとサービス終了？ピンキリ、100万レベルから2億程度まで様々やね。ソシャゲ運営ってどうしてあんなに運営になるんだろうな。そんなに運営にならないと儲けてないの？ユーザーの目からしたら使い回しに見えるようなイベントやらガチャでも実際にはかなりの工数、人数、時間がかかってることがある。敵キャラ変えるだけですってだけでも企画職、デザイン、サーバーエンジニア、フロントエンジニア、デバッグ、カスタマーサポートのミニマム体制でも月500万ぐらいかかってるんだぜ。あとはゲームというのは高利益率だからこそやっている企業がほとんど、だから切り詰められるところ、人員はすげえ勢いで切り詰める。結果深夜2時とかの頭おかしくなった人たちが仕事して、単純なミスにも気づかないことが多々ある。サービス終了の初期症状は？内部的な話で言うと、お金を払う人数が減ること。結果、一人当たりにもっと課金してもらう方針になっていくのは終わりの始まり。外部的には、使い回しが増えたり、新規の施策がない状態が続くとそろそろ危ない。セルランナン以下がサービス続行不可領域なの？開発人員に対して売り上げがあるかどうかだからなんとも言えん。iOS のトップセールス1から30位は金のなる木、31から100位あたりは運用次第、101位以降かつ開発コストが高めのものは危ない。逆に101位以降でも少人数で開発できる作りのゲームならまだまだ続く。企業ブランドにも影響するしね。ソシャゲ界ではどのゲームのゲームバランスが理想的なの？時間かければ課金しないで遊べるようがいいのか、課金前提でどんどんガチャしていってねがいいのか、パズドラ見てるとそこそこ無課金に優しい方がいいのかなって思うし、フェイトの勢い見てると回させたもん勝ちなのかなってのも思うし、10DAU、10ARPPU が一番理想的。つまり、高 DAU、低 ARPPU 型か、低 DAU、高 ARPPU 型かで異なる。どちらが良いかといえば前者の方が健全といえば健全。多くの人に少ない課金をしてもらっている状態ね。でもフェイトみたいな幅広いとはいえ普通のオタク趣味がない一般人がやるかといえば微妙なタイトルの場合フェイトに興味がある人にガチャをぶん回してもらわないと成り立たないからね。まあフェイトはオタク向けなのにそもそもの DAU が多いのに課金するお客がすげえ課金するから上位にいる状態。DAU とは、1日あたりのアクティブユーザーがどれくらいいるかの指標だ。それに対し ARPPU は、課金ユーザー1人当たりの平均課金額を示している。10ぐらいのユーザー数で、そこそこ課金されているのが健全な運営だと一致は言う。ダビマス知ってる？知ってるならダビマスについてどう思う？タイトルは知っているがやっていないのでわからん。すまんな。俺がやってるソシャゲも昨日午前3時にバグ修正してきてこっちが引いたわ。致命的な不具合を検知したのが10時とかだとそれから不具合対応になるから深夜まで残らされるんだよ。お客にとっては24時間動いていて当たり前のものだからな。やっぱガチャ確率って実際に表示されてるやつより低かったりするの？そういうことは自分の知る限りでは一切ない。よく、俺だけ全然出ないという問い合わせがあって、実際に過去ログを全部漁ると、実際表示している数字に収束していく。そや少しの誤差は出るけどあくまで確率だからね。全ユーザーでやれば誤差はほとんどない。課金テーブルってあるの？テーブルとは、ガチャの排出内容が運営により決められている、いわゆる隠し操作のこと。アカウントによって最高レアが当たるものと当たらないものがあるという声もあり、テーブルの存在は、たびたび指摘されている。ない、当たり赤だとか外れ赤とか、この時間は当たるとかは俺の知る限り迷信。そんな調整する時間もなければメリットもない。完全に違法だからバレて会社畳むこと考えたらやる会社は存在しないと思う。
つうかそんなに公表してる数字と違ったら検証されて即終了だからな。一方で最高レアが 0.1% です。と言われてもレアなものは出ないんだからその設定値自体に文句言うのはお門違いだと思う。最高レアが 50% の確率で手に入っても嬉しくないやろ。マーチの文系？どういうキャリアアップしてプランナーになったの？キャリアアップっていうか、学生時代からゲーム開発のバイト募集見つけてそのまま就職。明日もアストテ社畜としての仕事があるのでそろそろ寝ます。お疲れ様でした。遅くまでお疲れさん。おやすみ。多くのスレミンが気になるのは、やはり運営側によるガチャ操作の有無だ。一致はガチャ操作はないと言い切ったが、それにしては怪しい事件がいくつか起こっている。過去の事件を振り返りながら、ガチャテーブルについてさらに言及していく。先日も投下したんだけどもう一回投下してみる。ソシャゲでちょいちょい噂に出るガチャ操作、Y の関わったタイトルでは一度も遭遇したことがないし、知り合いに聞いてもまずないと言われるくらいにソシャゲ界隈ではありえない話。そんなある日新しいゲームの開発が始まった時に合流してきた骨董品のようなおっさんクリエイター、入ってきた初日から聞いたこともないガラケーポチポチゲーで月何億売ったという自慢話のオンパレード、昔は割と簡単にそれぐらい売り上げがあった。ある日、ガチャシステムの仕様を見て一言。これってどうやって確率操作するの？確率操作する仕様が抜けてない？とか言い出す。その場の全員が沈黙、畳みかけるように。操作しないと売り上げが上がんないやん。これだから若いやつは。その時は言わさとった。昔は確率操作は当たり前にやられていて、今もこういう老害が確率操作をしているという事実を、信じるか信じないかはあなた次第です。ドッカンテーブル。あれは絶対にやってないと思ってたけど、その後にこういうのに遭遇したからあったのかもなと思ってしまった。ガチャのテーブルについて語るのに、ドッカンテーブルは外せない存在だ。運営側はあくまで表記の不具合で、意図的ではないと発表している。その後は、高齢のワビー氏の配布をもってこの騒動は終了となった。これだから若いやつは、とかリアルで言うやつおらんやろ。さすがにセリフは多少変えてる。ドッカンテーブルの時点でしてるだろ。しかも暁ってソシャゲ戦の開発会社の中ではかなりの大手じゃん。暁ってあれだけで会社維持してるようなもんやしなんともやな。使ってないけど仕組みが用意されていたとかかもしれない。ロマサガも作ってるだろ。Y ミリ下にフェスゲン欲しいキャラに限って出ないくせに、どうでもいいフェスゲンは無料で簡単に出るわ。これも操作されとるんか？ Y はガラケーポチポチゲーからある会社は割と疑ってる。正直操作してても内部告発以外バレないからな。お前が何を狙ってるかとか運営は知らんやろ。プレイ動向でどのキャラを引かなんて簡単にわかるやろ。正直そこまでのデータを追うコストをかけるならガチャ操作をせん方が儲かる。うむ、確かに Y もこのみさんのセカンドヘアスタイルはこのみさんじゃない方ばっか出て確定枠で引いたわ。このみさんだけコンプしてるからバレバレやな。アクティブ率を下げると良いものが当たりやすい。復帰した人がやったり、たまにしかやってない人のが低回数で良いの出したりするのはよくある話。逆に廃人ほど泥沼化しているのもよくある話。マジレスすると、あまり複雑な条件をつけるとバグが出やすいからある程度狙い撃ちで操作してるとは思う。ガチャテーブルのグループ分けとかが一番安全じゃないかなと思うけど、ソシャゲの運営なんて普通にやってたら、使うやつは100万とか突っ込むから、ガチャ操作なんてやらんのやけど昔はやるのが当たり前のみたいな精神はあったらしい。バレると相当やばいから大手はやらんでしょ。中小ソシャゲはバレても炎上せずにそのまま逃げれるからやってるかもな。その考えが妥当やけど、大手がパブリッシャーで開発、運営が中小ってのもあるからな。天井がないソシャゲは全部操作しとると思った方がいいな。天井あっても目当ての PU 確定じゃないやつもそう。ここまで書いててあれだが、Y が関わったタイトルやら知り合いとかが関わってるタイトルとかでは全くやってなかったから、いじってるとこはそこまでは多くないとは思う。運営に監視されてるから俺は、多分恐れられてるんや。正直ソシャゲの運営ってちょろいからガチャ操作を考えるのは相当無能やと思うわ。だから、芸家社運がかかってるようなタイトルでしかやってないとは思うんやけどね。社運がかかってたらバレた時のリスク高すぎるしなおさらやらんやろ。ソシャゲを作ってる会社の社長ってギャンブラーみたいな頭をしてるやつが多いから正直わからんぞ。実際に初回の無料ガチャ操作とかは割とやられてる。バレても会社畳んで名前変えてリスタートみたいなゴミ焼き旗納涼してるようなのはそうかもね。それなりに大きいちゃんとした会社はまずできんわ。ちな、初回ガチャ操作は大手もやってる。課金には関わらない部分やけど、社交心を煽るためにコントロールはされてたりする。数ヶ月ぶりにログインしたようなソシャゲだと最高レア当たりやすい気がするわ。
それはやってるとこあるかもな。本当にやってたら消費者庁コラボになってしまうけど。そもそも無償意思で天井まで回す想定しかしてないからノーダメ。ちなみにドッカンのやつは純粋にキャッシュクリアの失敗とかやとは思う。マジで操作するならお客さんに見せる用テーブルと操作用テーブルを分けるだろうから、まずあんなことは起こらない。パチンコの遠隔はあるのかみたいな話やな。遠隔はないけど裏物はありますみたいな感じで性善説で動いてるわけちゃうし、あるところにはあるんじゃないのって感じ。人気書は逆にリスキーだからやる意味もない。サイゲみたいに安定したタイトルが複数ある会社は絶対にやらんけど、他のソシャゲ会社って一本しか柱がなくて、裏で何タイトルも開発失敗してたりするから、追い込まれて手を出さない保証はない怖さはある。正体表したね。サイゲとは別に関係ないぞ。あそこは広告に金は使うが一部以外は待遇悪いから働きたいとも思わん。確率操作はガチであると思う。こればっかは昔から問題になってた話やけど、ソシャゲとかのガチャは第三者機関で審査してるわけやないから、何があるかわからんのは問題やと思うわ。こちらは、とあるブラウザゲームの画像だ。説明文にはプレイヤーがジャブジャブ課金したくなるような社交心を煽りまくる説明文章と書かれている。エンジニアへの指示文と思われるが、リリース当日にこの画像が出回り、大いに話題となった。だが画像の信憑性が低く、コラだという意見が大半だ。そこの会社はそれのおかげで有名になってすげえ成長したから怖い。また劇だけど、本当のミスで炎上商法ではなかったらしい。ソシャゲの問題は確率操作なんかよりも、10連3000円とかよくみたいなレートがスタンダードになってることやわ。それは本当思う。正直、10回1000円でも利益は十分出せるけど、リリースできなかったタイトルの負債を補うための価格設定みたいなもんになってる。なんでリアルガチャガチャと同じ値段やねんって思う。ドッカンテーブルが明るみになってもわびーし配って済むのが怖いわ。それ以上にあんな舐められたことされてもゲームを続けるアホが大量にいることが一番ホラー。それな。業界的にはコロプラの自社課金でランキング上げしてたのがバレたのが一番問題視されてた。あれは、広告代理店とかが普通にやってるとこがあってやってる会社は多かったと思う。本当ならストアから削除もあったレベルやった。まあ見つぐ方が悪いやろ。サイゲのソシャゲは久々ログインすると大体 SSR 出るわ。こちらは、いきなりサポートが終了したと思いきや、表示エラーだったという例だ。心臓に悪い。これのええやったよな。1万はゲーム1本の値段として開始時に入れたことはあるし、月1000円くらいなら課金したことあるけど、平気で天井20万とか要求してそのまま突っ込む人いるのはついていけんわ。意思配布量が多くても課金してるのが常識みたいなソシャゲはコメント欄がシビアで草が生える。冷静に考えなくても異常だよな。それもあって最近全体的に売り上げが冷え込んできてる。若い人材も育ってないし、あと10年持たないやろな。近いうちに中国資本の会社がランキングを埋めてると思う。最近出とるソシャゲでストーリー A のいくつかあるんやが、どっちも売り上げ芳しくないみたいで残念や。でも毎月どころか毎週数万要求する仕組みは良くないから終わるのもしゃあないね。中華ゲーは規制ある状況でどこまでやれるんやろうな。ストーリーが面白いけど売れてないゲームは動線が悪いのかなと思う。ヘブバンはそこそこ売れてるけど、あれも動線が弱いからかなりの売り上げを損してるなと思ってる。中国に関してはあまり表に出てないけど、国内のゲーム会社と資本関係になって日本から世界にリリースさせるみたいな方法にシフトチェンジしてるよ。サービスが終了しないカードゲーはこれだ、と銘打ってリリースしたこちらのゲーム。運営コストを抑え、長期運営を行っていくことを広告の柱にしていた。そして、サービス開始から半年後のツイートがこちらだ。本タイトルを運営している会社が倒産いたしました。運営会社潰れなかったらどうなってたか気になるな。何をもってして詐襲しないと歌ってたんやろか。パブリッシャーに倒産に追い込まれた会社ですね。こちらはリリース前に事前登録を行っていたのにもかかわらず、サービスが提供できなくなったというお知らせだ。この後ぐらいからリリース後から3ヶ月前にならないとリリース発表をしないゲームが増えました。今はベータ後でも開発終了になるゲームばっかですからね。一気もしかしてこのすれ立てたやつ？ソシャゲのエンジニアしてるけど質問ある？別人よ。わい、エンジニアやないし。こちらは、緊急メンテナンス中にトラブルが起こり、そのままサービスを終了したお知らせだ。サーバーデータを吹っ飛ばしたんやろな。この間もどっかで起こってた気がするけど、Y が関わったタイトルでもプレイデータを吹っ飛ばしたやつはいた。もちろんバックアップがあったからメンテ延長で解決できたけど。スクエには普通にガチャ操作の特許取ってるしな。2020年に登録したこちらの特許だが、その翌年に消費者庁から有料ガチャに景品表示法違反があったとして行政処分されている。
同じガチャ結果を見つけたプレイヤーたちがツイッター上で画像を集め、ガチャ操作が明るみになった。消費者庁コラボとも呼ばれている。草。多分、無料ガチャ向けなんやろうけど怖いな。逆もまた光。スクエニならやってそう感半端ねえ。ディライトワークスの業界の評判ってどうなんや。ワイは塩川教信者になった知り合いやらがヤバいやつばっかやったから関わりたくないなとは思ってた。開発力やらもかなり低いので有名やったから冷ややかには見られてた。桜革命の時はざまあみろって意見が多かったよ。グラブルで事件あったよな。なんかハンターハンターのアプリでスタミナゲージに書いてあったハンター文字解読したら、お前ら全員壮絶な苦痛を受けて寝ばいいって書いてあったの。マジで闇深いと思うわ。デザイナーが多分病んでたんやろな。頭が悪いディレクターやプランナーが多いから、ユーザーへというよりもそいつらへの復讐やと思う。ソシャゲの闇と言ったらあれだろ。消費者庁の役人かなんかがガチャ規制しようとしたら夫婦揃って謎の字したやつ、怖すぎだろ。そんなのがあったの？消費者庁審議官、飛び降り時、か妻と二人一方。27日午前3時頃、東京都豊島区高谷のマンション敷地内で、7階に住む消費者庁審議官、神宮寺文彦さん52と妻53が倒れていると110番があった。二人は搬送先の病院で、棒が確認された。自宅から妻が書いたとみられる遺書が見つかっており、警視庁目白署は飛び降り時を図ったとみて調べている。遺書は家族内のトラブルについて記されていた。同署によると、二人はマンションの中庭で約15メートル離れて倒れていた。発見される直前、他の住人が、ドスンという音を聞いていた。審議官は消費者庁の中では長官、次長に次ぐ役職。神宮寺さんは2011年8月、公正取引委員会から出向し、景品表示法などを所管する業務を担当していた。文彦さんは自宅を出た外廊下から、久美子さんは自宅の窓から飛び降りたとみられ、倒れていた地点は建物を隔てて約15メートル離れた別々の中庭だった。文彦さんは1982年に東大法学部を卒業後、公取、経産省などを経て消費者庁へ。審議官は、消費者庁では長官、次長に次ぐポスト。経済法に関する著書があり、政府参考人として国会答弁に立つなど、長がつくエリートだった。なぜか別々のところから飛び降りとる。怖、闇落ち深すぎるな。事件の直前、被害者はソシャゲのガチャ規制システムを導入する業務に当たっていた。真相は明かされていないが、何か関係があるのだろうか。特に聞きたいことないかもだけど、ソシャゲ周りで聞きたいことがあったら何でも答えるで、ここ1年ちょっとソシャゲには関わってないから少し情報古いかもだけど。コンプガチャ時代の門番とかみな操作って分かってる上で引いてたやん。今になってスパッとやめられるような健全な業界とも思えん。操作に頼るやつは、今のソシャゲについて来れなくなったけど、他の仕事ができないからしがみついてるやつなんだろうなと思ってる。もともと確率操作された後みたいな数字のガチャばっかだろ。そうやな、5% 以下の確率を使い出したあたりから怪しい世界になった。自社外も横行しとるやろな。広告代理店のプランであったからね、さすがにコロプラがバレて以来は見なくなったけど。ようわからんけどソシャゲやっとるやつはアホや。ソシャゲに課金するくらいならインディーズゲーなんかのゲームを買って、次世代のクリエイターに投資してほしいかん。最近だとでかいのは幻影テーブルか？最近もあったのか、ソシャゲを離れて少し情報に疎くなってもうてるな。中課金者とかランク上位者には運営の桜が大勢混ざっとるんやろなって思う。ボーナス支給のタイミングでスキルの高いキャラや人気キャラがコスプレで登場するなど、ユーザーの心と財布を掴んで離さないソーシャルゲーム。その市場は、まだまだ拡大し続けている。裏側を語ってくれた一致に感謝し、今日もガチャを回したい。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ガチャで違和感を感じたエピソードや、おすすめのソシャゲなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。